ソフトバンク三笠杉彦 GM が15日福岡筑後市内で報道陣に対応し、日本プロ野球機構 NPB から FA 宣言選手として公示された西武山川穂高内野手、オリックス山崎福也投手の獲得に動くことを認めた。野手の補強は本格調査してきた広島西川から撤退し、通算218本塁打を誇る山川に一本化。立て直しが急務となっている投手補強は、この日までに今季11勝を挙げた山崎福に狙いを定めた。三笠 GM の主な一問一答は以下の通り。山崎福、山川の獲得に乗り出す。山崎投手については左の貴重な先発ですし、 FA のマーケットでは保証のないランクだと聞いてますので、そういう意味でも入ってくれれば貴重な戦力になるかなというふうに思いますけども、山川選手については日本を代表する右バッターであるということでありますけども、今年ね、出場してなかったということもありますので、フェニックスリーグには出場されてましたけど、そのコンディションの確認もありますし、あとは諸々のいろんなことについてしっかり調査しないといけないというふうに思っています。山川は不祥事で出場停止処分を受けていた。球団としてはまずはしっかり調査しないといけないというふうに思ってますので、我々も当然皆さんの報道ベースで事案については認識をしてますが、他球団の選手だったということもありますので、交渉が解禁になった後ですね、その事案についてもしっかり調査するというのが我々がまずやらないといけないことかなと思っています。不起訴になったということは報道で知ってますけど、その背景も含めてですね、確認するということかと思います。野球とプライベートの問題は切り離して考える。まあ両方について球団内で検討していくということになると思います。実績のある打者であることは間違いないと思いますが、一方で1年間ほとんど実戦にフェニックスリーグは出てますが、公式戦はほとんど出てないというようなところがありますので、そこについての評価もありますし、出ていなかった理由についても球団としての見解をしっかり出していかないといけないというふうに思いますので、それにあたっての調査は必要だと思っています。山川とは即日交渉はしないんやな。これで詳細調査の結果契約見送りになったら面白いんやけど。面白くないけど。そりゃ即日交渉したらお前らみたいなバカがギャオンってまた山川叩くやろ。正直契約とか守備かぶりとかどうでもいいくらい人的保障が怖い。森もあっさり首やし、中村もあっさり首になりそうで怖いな。10年前の杉内の言葉が的確すぎる。本人もみそぎのための FA って言ってるんだから、3年6億くらいでよかったろうに。人的保障が怖いって言ってるやつはホークスの若手を過大評価しすぎ。大型とか頼みは西武なら中継ぎで活躍できる可能性はあるかもな。慎重に検討してますってポーズやろ。多分もう話はついてるよ。今から調査って。今までたっぷり時間あったろ。西武が不起訴後も未だに出場停止処分にしてる背景を考えろ。思いのほか批判が多くて焦ってんのバレバレじゃん。大丈夫かこのおっさん。4年20億で優勝が買えるなら安いもんやろ。山川はホークスに必要だ。取られて困る若手はいないよな。去年と一緒。というか取られて困るやつはプロテクト入ってるから。侍ジャパンに選ばれるような若手なんかいないから。タカガール見たら性欲抑えられなくなっちゃうでしょ。まあこれから山川のイメージアップのために、後輩には優しく兄貴分の山川や、娘が大好きで良きパパの映像がこれでもかと福岡ローカル番組で流れるだろうな。しっかりしっかり本当に調査しろ。タカガールはみんな反対してます。てか散々騒がれてたのにまだ調査してなかったんかよ。球団はかなりの反対メール言ってるだろうから、どうするかな。建前もわからないキッズは大人になれ。反対メールとかそんなのに左右されるならとっくにされてる。今日いきなり山川獲得の話が出たわけでもあるまい。お前ら山川欲しいのかいらんのかどっちよ。山川の件は球団が思ってたよりファンの拒否反応強いのかな。望み薄だけど、ひょっとしたら獲得見送りあるかも。一塁の OPS12 球団で最下位近辺なんだから、どう考えても通算 OPS9 超えてる山川は必要なことぐらいまともなホークスファンだったらわかるよな。山川獲得で困るやつ、他球団をた、実力もない2軍の推しの信者、お気持ち批判しかできないバカガール、大人になれ。ミカサ、調査した結果コンプライアンス的に山川選手の獲得は見送ります。球団がまともならこうなる。あるわけねえだろ。ここでどんだけギャーギャー言うが、球団は取りに行くし山川は来る。嫌なら離れりゃいいだけ。それをやらずにいつまでも居座って文句言うのはガキのわがままなんだわ。山川アンチはホークスアンチか。やめたいやつは誰も引き止めねえから黙ってやめろ。ここでオラもみんなとさようならだ。山崎福との交渉に小久保とか大会長出馬しても何も影響しなさそうやな。そして何も言及されてない石田は行かないんやね。山崎優先だからな。取れなかったら石田取るか持ってくらい。
山福は普通に欲しいな。ただ在京希望らしいから期待薄か。山崎福は欲しいけど厳しいやろね。周東がダイソー、アキラが代打に回るチームになれば強いよ。スタメンだと弱い。山川獲得は2年10億払って取ったバレティンよりマシやろ。身辺調査で山川撤退あるか。ミカサが言った内容って山川取るための言い訳だぞ。取ったら説明必要だからちゃんと調査しましたよって建前のためにああいうコメントしただけ。取るのは規定路線だから何も変わらん。中村明が代打のジョーカー、牧原がユーティリティな控え、こうなるだけで来年は強いだろう。そもそも若手が不甲斐なく世代交代できず戦力低下する一方だから山川取りに行くことになったんだよ。アンチ山川は何より不甲斐ない若手と不甲斐ない若手を評価した無能なスカウトを恨め。正論だな。小久保、松中、城島、井口みたいな若手がいたら山川に手を挙げるわけない。バカみたいにひょろがり量産したスカウトとコーチに文句を言えよ。そもそも中日なら許されるとか言ってるバカは意味がわからん。単なるアンチホークスだろう。中日なら OK な理由が意味不明だし。中村明を追い出すような若手さえいないからね。ソンオーナーは山川のことどう思ってんだろうな。王さんは不信感って記事が出てたが、オーナーもコンプライアンス重視なら不信感抱くだろう。オーナーがダメと言ったら鶴の一声だろ。獲得に動くっていうことはそういうこと。ソンは弱いチームのスポンサーなんてしないんだし、3年間も優勝してないからブチギレ取るんや。ソンさんもモデムを無償配布してた時はむちゃくちゃやってたり、太陽光関連で税金チューチューやってるのに比べたら山川のやってることなんて可愛いもんだよ。違うね、ソンさんのやり方分かってない。1億で間に合うとこを数倍出すのがソンさんの商売のやり方。それで数百倍の利益を生ませる。今の後藤さんは元はソフトバンクの金庫番してたんだから。ここは企業イメージ、食品、鉄道、新聞とか関係ないだろ。ただの投資会社だし。山川に5億。ここまで来るとイカれてるな。ほぼほぼどこも取りに行かないから、今年の年俸ぐらいで取れんのに。山川とウォーカーが来てもまだ低出塁率、低 OPS がレギュラーに数名残りそうなのに、どんだけユーティリティ、藁を優先して育てたんだよ。マジでアホみたいな育成したよな。打球速度を重要視、谷川原をキャッチャー専念、モイネロを先発転向。俺は今のところ小久保の評価高い。山川へのオファーとかは編成が決めてることだろうけど、多分獲得することで失うものと得ることを詳しく天秤にかけてる。データ班がいるから、まあ簡単に言えば3位になって6億は失ってる。優勝逃したことで失う損失はまあ10億はくだらんだろう。勝てなきゃダメなんよ。要は山川取って期待通りの活躍してもなお投手力なさすぎて V2 はありそうだから、投手も補強しろよな。まあこれも高橋純に田中忠志を育てられず、吉住風間と外れ引き続けたツケなんだが、先発の外国人欲しいな。あと山崎は欲しいっちゃ欲しいんだが、そのくらいは倉野が自前で揃えてくれんかな。オリの5番手レベルすら厚遇しなきゃいかんとか悲しくなってくる。また来年優勝できなきゃもっと激しい補強をする。補強をして欲しくなきゃ優勝するしかないんよ、選手はね。全てはヒゲのせい。松田も言ってたが、昨年のあの残り試合一つでも勝って優勝してれば今年も勝てたと。野球の流れってそういうものだと。で、優勝してれば山川なんか手出してない。つうか正木にしろ勇にしろリチャードにしろチャンスはあったろ。期待されてるお前らが全く打たねえから補強になるんだよ。反省しろ。中村明に勝てなかったのは論外だわ。リーグ10位のファースト OPS なのに。山川も中村明と併用になりそうだな。ハムストリングが思うように機能しないし。山川取っては欲しくない派だけど、すでにクソ金満強奪球団のイメージだし、ビューティーとか抜かしてる監督してるし、鼻から他球団ファンの評価なんぞ地に落ちとるんよ。そこをどうこう言ったところで同じ。マイナス1000の邪悪難銀のイメージがマイナス1500とかになるだけ。当たり前っちゃ当たり前だけど、補強、山川獲得とってビューティーの意思は関係ないんだな。勘違いしてるやついるけど、他球団オタに好かれるって良いことじゃないからな。その昔大英時代は貧乏だに潰れろとか西武オタに散々荒らされてたんだし、ソフトバンクになってからは打って変わって金満便器ってずっとギャーギャー言われてるわけだ。アンチがいなくなるってことは他球団にとって脅威じゃないチームなわけ。山川獲得したらさすがに来年から延々にソフトバンクはゴミ球団と戦わざるを得ない。山崎って来たらプラスにはなるが、年間安定して期待はできなそう。てか貴重な左腕とか言ってるが、去年のその貴重左腕はほっぽり出して連勝ポンコツ右腕とトレードしといてどの口がと思うよな。現役ドラフトって枠の無駄だよな。大竹も田中も使いこなせないチームに他球団の戦力外が入ったところで何ができるんだよ。浅村がオールスターであんなこと言わなきゃ西武球団も西武ファンも山川擁護に回って全然違う流れになってたんだろうな。
ホークスでは周東牧原栗原柳町坂東とか若いイケメン選手だけ見ていたい。山川なんて来るな。そりゃアンチならいつまでも広がれないイケメンをスタメン固定して、ホークスには雑魚なままでいてほしいよな。デスパ取った時も近藤オスナの時もアホほど三田和の流れ、さすがに叩かざるを得ない。みてえなやつ毎年やってんのかってレベル。毎年アンチ行為してるやつ山川取ったら叩くからね。バカか。山川加入で既存の若手は何人モチベ失うだろうか。西川撤退出た鶴はウキウキしてそうだが、残留しないならなんで西武関連のアカウントをフォローしまくってたんだ。サイコパスか。4億の役立たずの外国人取ってくるよりは戦力なる。冷静に考えたらファーストが中村晃から山川になることで若返ってるんだよな。不起訴になったのに山川にうだうだ言うやつ多すぎだろ。山川にホームラン打たれてファブルセーブオタが楽しみ。山川4年20億できなかった報道されてるけど、取るならそんなに金積まなくても取れるでしょう。総額20億強にしても年俸3億他は出来高で十分。まあ俺が払うわけじゃないからどっちでも良いけど。ホークスアンチの内部工作が活発化しとるな。真のホークスファンは山川選手を大歓迎だよ。まあ山川最初は批判は来るだろうが、活躍すればドスコイやってどんどん鷹に染まって応援したくなる。鷹ファンはそうなる。それが嫌なら鷹ファン辞めたらいいだけだからな。ホークスファンで山川反対してるやつってほんまアホやな。ならお前ら山川で勝った試合絶対喜ぶなよな。中日とのマネーゲームでさらに上がるかもしれない。震えて待て。まあ山川いれば球場に行くモチベ上がるわ。外野席でホームランを待つ期待値上がるしな。見たいのはホームランと豪速球とスーパーシビアで。山川のどこら辺に美意識を感じるんや。山川にはホームラン確信歩きの美しさがあるから。ピアノで鍛えた繊細な指先がバットコントロールを自由自在にしてるところは美しい。体型も美しいぞ。文字も美しいよな。 WBC での犠牲フライ思い出せよ。美しいやん。山川スピード決着でええからな。どうせホームラン40本打ったら手のひらくるくるやろ。4月に毎年高齢下半身を故障し抹消される山川穂高。まあ4年ならええんちゃう。2年働いてくれたら同じやろ。フロントが狂って6年30億出すとか思ってたし。ホークスファンで山川を反対する人は反対すればいいと思う。だがお前らがどれだけ騒いでも獲得することは変わりない。それならせっかく自分の贔屓に来るんだから素直に歓迎してあげればいいのにとは思う。山川も別に移籍する件は何も間違ってないんだよな。野球選手でありビジネスマンでもあるんだから、より自分に都合がいい球団に行くのが当たり前だろ。逆に自分に都合が悪い球団にいつまでも居続けること自体がおかしいよな。結果不起訴で FA は選手の権利なんだから、山川の宣言は何もおかしくないし、むしろ野球選手として至極当然の行為だ。 FA 選手にガーガー言ってるのは貧乏球団のファンであって、ホークスファンならどっしり構えとけよ。こんな恵まれてる球団はホークス以外ねえぞ。 FA 選手が嫌なら FA 補強を行わない他球団ファンになればいい。そしたら既存の選手たちを思い存分応援できるから。ホークスファンである上に山川の決意を踏みにじるようなホークスファンに山川にどうこう言う権利はないと思うぞ。